どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、コロナ禍になってからもう完全リモートワークで大学で授業をしておりまして、こうして対面でお会い、他の方にお会いするのって本当に久しぶりなんですね。よく考えると昨年のこの、荒川区民カレッジでお目にかかったぶりなので、本当に1年ぶりにこうして実際の講義をさせていただきます。ちょっと緊張してるんですよね。なのでというわけで、あとマスクもしてますし、お聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。でこう拝見していると、昨年私の講座にご出席いただいた方もちらほらいらっしゃるなと思って、少し安心感もあり、懐かしく思っているところです。さてでは、授業を始めていきたいと思います。講座を始めていきます。本日からですね、哲学者とその人生パート2ということで講座を始めさせていただきます。前回は近現代だったんです。そして近現代ですごく重要な哲学者ってカントという哲学者を思い起こされるかもしれないんですけど、なんとできなかったんですよね。コロナのことでできなくて、ちょっと残念だったんですけれども、今回はもうちょっと初心に戻ってですね、古代の、一番起源の部分から話を始めていこうかなと思っています。で今ちらっと言いましたけれども、私は普段は大学で、講師をしています。いろいろな大学にお世話になっていて、学習院大学、立正大学、精神女子大学、あと京都芸術大学では通信教育の方で、講師をさせていただいています。結構広いテーマで、授業をさせていただいていて、古代が専門なんですけれども、それこそ近現代の話ですとか、あと美学や芸術学といったこと、それから宗教のお話、さまざまな分野について、担当させてもらっています。と言ったんですけれども、本当の本当の専門は古代ギリシャ哲学なんですね。で特にプラトンやアリストテレスといった時代の哲学者を研究しています。さらにその中でもアリストテレスを中心としたその美学の問題ですね。美って何なのかな。今アートってすごくさまざまな、こうなんて言うんでしょうね、価値を帯びていて、美しいっていうだけじゃない作品もたくさんあると思うんですよ。でそれをどういうふうに規定していったらいいのかな、規定できるものなのかな、できないものなのかな、いや美とかそういうものの帯びてる価値っていうのが相対的だったりすると、何でもありってことになってしまうから、それはおかしいんじゃないかとか、そういう研究をしています。でこの講座は全6回なんですね。で今日は本当に哲学の始まりの部分がどうやってスタートしたのか、そこを見ていくんですけれども、その後ピュタゴラスですとかソクラテス、で今私が言ったプラトンやアリストテレスといった、偉大な哲学者たちを、ポイントにして、その周辺の話も混ぜつつ、古代の哲学っていうのが全体的にどんな思想だったのかっていうのを概観していこうと思います。でですね、今日からその哲学の話をしていくわけですが、ここでこんな講座にわざわざご参加いただいている皆様ですから、多少ないともう哲学っていうものに関してご興味がおありなのかなと思うんですけれども、よくね、哲学って何の役に立つのかとか、哲学ってどんな学問なんですかとか言われると、私自身もすごくね困ってしまう、一言で説明するのすごく難しいなって思ってるんですね。でこのコロナ禍において、特にこう医学なんていうのはすごく役に立つ学問で、早急にいろいろなことを改善していかないといけないし、それをすることによって人々の役に大いに立つという学問で重宝されますよね。でそれに比べて哲学ってどうかと言われると、非常に問題なわけでして、哲学をやってもすぐに人を救ったり支えたりすることはできなくて、それどころかですね、すごく絶望的な哲学もその近現代には多くあったりしてですね、心の支えになるところか、人々を不安にさせるような、そういう思想もあったり、いろいろ問題があるわけなんですけれども、でもですね、哲学というものは
例えばこの変化的な世界、今コロナで急におかしくなっちゃって、これまで3年前はマスクなんてあまりつけてなかったのに、みんながマスクをしたり、ソーシャルディスタンスといって距離を取らないといけなかったり、今まで人と人とが触れ合うことっていいことだ、グローバルに活動するなんてのもすごくいいことだって思われていたのに、急にその価値観が逆になっちゃって、でそんな時に哲学というのは実はそういったその社会の変化とか物の移り変わりに対して恒常的に変わらないような部分、そういう部分に触れる学問なんですね。ですからもしかするとこのコロナ禍に哲学という普遍化的なものを知ることによって私たちの心は強くなるかもしれません。そういった、思いというかが全6回の講座でお伝えできたらなと思っております。で、その哲学なんですけれども、古代から始まって、歴史というのはその分野でどういうふうに分けるか、古代中世近世というのをどういうふうに分けるのかというのは分野によって変わってきたりもするんですけれども、哲学としてはまず一つのまとまりとして、今日お話しする紀元前7世紀のあたりから、哲学が始まったと。それを起点に今ちょっとここはねいろいろ賛否あると思うんですけど、例えばひとまず529年のアカデメイア封鎖までっていうのが一区切りになっています。このアカデメイアっていうのはかのプラトンが作った学園です。その学園が、プラトンは紀元前、4世紀とかの人なんですけれども、脈々とずっと続いていくわけなんですね。その弟子がというふうにずっと受け継いでいて、でもそれがとうとう、封鎖されてしまうというところで古代が終わったと考えるのが一つあります。で、それと前後するように中世哲学という、切り口になっていくんですね。中世というのはその古代の終わりから、だから漠然としてますよね、古代の終わりからルネッサンスが始まるまでの間です。基本的に約1000年ぐらいのところ、1000年間ぐらいあります。例えば、4世紀ぐらいから中世が始まるっていう考え方もあるんですけれども、それにしても14世紀ぐらいまで、約1000年ですよね。その期間を中世哲学というふうに言っています。でこの時期というのは基本的にキリスト教が支配していた時代です。哲学的にもそうですが、そうじゃなくて全ての、社会、文化、政治、そういったものがキリスト教に彩られていました。でもそのキリスト教的な時代というのが終盤を迎えて、いよいよルネッサンスになるんですね。ルネッサンスは古典が復興する時代で、人間が生き生きとした活動的な、そういう色彩を帯びた時代になります。でその近世以降、現代まででしょうかね、そういう3つの区分で哲学っていうのは区分けしています。はい。で私たちはこれからこの古代哲学という、この辺りをですね、プロティノスぐらいまでですから、そんな紀元後ちょっとぐらいまでの部分を、俯瞰するような感じになります。さて、じゃあそもそも哲学って何なのかと、私もさっき言いました通り、哲学ってどんな学問なのって友達に聞かれたりするとすごく困るんですよね。哲学なんだろうねってね、教えてるなんて言ってるけれども、そもそもの哲学って一口に言うのは難しいなと思うわけです。それでじゃあどういうふうに哲学を説明したらいいのかなって考えた時に、まずはその大元の元々の古代ギリシャに立ち戻ってみようということになります。元々は古典ギリシャ語、古代ギリシャ語で、これちょっと不思議な文字に見えるかもしれないんですけど、フィロソフィアって書いてあるんです。実はギリシャ語の文字ってこう1対1対応でロマナイズすることができるので、ちょっと勉強すると皆様も読めるようになります。例えばこのクニュクニュっていうこの最初の文字は PH なんですね。フィロソフィーの PH です。でこっちにも同じクニュクニュって文字があるんですけど、これも PH になります。PHI でこの入るみたいな文字ですけど、これはラムダといって L です。 PHILO でこのクニュっていうのは S でまた O が出てきて、また PH が出てきて IA
結構そのままのローマ字に近いなと、英語のアルファベットに近いなっていう文字もありますよね。 I とか O とか A ってそのままですし、この PH とか L、S、 そのあたりを覚えるだけでもこの単語を読めちゃうんですね。というわけで、これフィロソフィアという単語だということが分かります。このフィロソフィアが、哲学という語の語源で、英語って便利ですよね。英語だとフィロソフィーじゃないですか。ほとんどギリシャ語と同じなんですね。だから西洋語圏の方々がギリシャ語をやるのってそんなに大変じゃないけど、私たち日本人は結構ハードル高いなとね 思っているんですが、そう、アドバンテージがあるなとね、羨ましく思います。英語ではフィロソフィーですね。で、それがなぜだか日本語に訳すと哲学ということになります。で、辞典でね、広辞苑でじゃあ哲学って引いてみると、なんて出ているのかと見ますと、フィロソフィー、ちゃんと説明してあるんですね。フィロソフィア、ギリシャ語は愛知の意、西山根は献哲を希求する意味の宗もしくの文に基づき奇哲学と訳し、それが哲学という訳語に定着したと。で、古代ギリシャでは学問一般を意味し、近代における諸学うんぬんかぬと書いてあるわけです。で、こういう専門的な意味と、それからあともう一つ俗にですね、経験などから築き上げた人生観、世界観、そういった意味もありますね。また、全体をつなぐ基本的な考え方、何々にかける、哲学にかける政策とか、経営者の哲学とか、君は哲学的だねとか、なんか哲学的で難しい話だねとかいう時に使う哲学っていうのは、多分学問的な意味での哲学という言葉遣いとはちょっと違うかな。そう、つまりですね、俗的な哲学と学的な哲学というのはまず異なると思ってください。哲学という言葉には2つの使い方があります。あの人は哲学的だねとか、あの人には哲学があるとかいう言い回しは俗的な言い回しで、これから私たちが勉強する哲学とは、多少意味が異なります。さあ、では先ほどのフィロソフィアですけれども、このギリシャ語は実は2つの部分に分けることができます。フィロというのが、これ愛するというね、意味の接頭語です。でソフィアは知というね、ここにこの知るっていう字で書きましたけど、これ漢語にするとこういうね、火が下につく知になったり、同じ意味の単語でこの鉄という文字もあったりします。ソフィアって、よく海外の女の子のお名前でソフィアちゃんって、ね、いらっしゃいますけれど、つまりなんかともちゃんみたいな、ニュアンスのお名前なんだなとね思います。そうで、そういう知を、愛するという、そういう意味なんですね。知を愛することというのが元義です。そして先ほどの西山根さんはその希求するっていう気と、それからこの知という意味の、漢語の哲ですよね。それを合わせて、奇哲学とネーミングしてくださったんですね。はい。そう、日本語の哲学という呼び名は、もともと奇哲学だったんですけれども、西山根という人が命名しました。西山根はどのような考えをもとに哲学を命名したのでしょうか。はい。西山根は1862年、坂本龍馬が土佐藩を脱藩した年に、オランダに向けて出版して、その戦中で一通のオランダ語の手紙を書きました。フィロソフィーまたは愛知、これオランダ語で書いてあって、私オランダ語は読めなくて発音を勉強してきたんですけど、ベージュベフューテみたいな発音でした。難しいなと思ったんですけど、そうで、そのオランダ語で、哲学っていうふうに書いてあって、そういうふうに呼ばれる学問の領域も追求されねばならないとか、学問にとても困難に見えるが、私の考えではそれは我が国の開化に真に貢献するはずであるとか、そういう言葉が手紙の中に書かれています。どうも思うと、だから西山根っていうのはすごく、その
なんて言うんでしょうね、悠然としたというか、日本が文明開化とか言って、大変な最中にですね、遊学に出て、船の中でやっぱり哲学っていうのは大切なんじゃないでしょうかというような手紙を書いてるわけですから、ものすごく優雅な感じなのかしらというふうにね、ちょっと想像します。はい、その西山根が「生政発雲」という書物の中で、私これを読むのはなんかすごく難しいなと思うんですけれども、こんなこと書いてるんですね。ギリシャのフィロ愛する者、ソフォス剣という義より伝来し、ものすごくちゃんと言ってますよね。愛犬者の義にてその学をフィロソフィーという宗も宿のいわゆる識見の異なり、五章の収容にてもっぱら理を講ずる学を指す、理学理論など訳するを直訳とすれども、理学理論というふうに訳すのが直訳かもしれないけれども、他に混ざること多きために今哲学と訳し、頓宗の儒学に分かつと、いろいろ混ざってしまうことを懸念して、ここで今哲学と訳しますよ、儒学とは違うものとして名前をつけるよと言っているわけです。で、宗も宿は、北宋の、儒学者ですよね。で、この人の、朱子学とか理学とか、そういったものともこう、なんて言うんでしょうね、混然一体となってしまう、そういうものを恐れて今哲学と名付けようというわけですね。はい。これはね、ここにちょっと小さく宗も宿が描かれてる絵があったので、ご紹介しようかなと思ったアイレンズです。さあ、さまざまな訳語が、あったわけで、その「既哲学」というのを西も言ってるわけなんですけれども、そうですね、西が初めて抜群で使ったと。あと、でも西山根はですね、他にもカタカナで「ヒロソフィー」とか「危険学」というような訳語も、使っていて、非常にそのどういう訳語をフィロソフィーにこう適用しようか、フィロソフィアに適用しようかというのを考えていたみたいですね。でもいずれにせよ、非常にそのギリシア語の語の成り立ちに寄り添ったネーミングなのかなと思います。で、西以外の人はその混ざっちゃうっていうふうに言われているところの理学とか経学とかちょっと違う呼び名も使っていたようなんですね。というわけで、西の既哲学が定着しつつあったものの、いつからかその既が抜けて今哲学と呼ばれているに至っているわけです。そしてこの哲学という訳語が以後定着するようになります。不思議ですよね。既哲学の方が、既哲とか既哲学っていう言い回しの方がギリシャ語にはすごい近かったと。なぜ既を抜いてしまったのかと。これにはいろいろ議論があって、例えば研究者の方で今までその何かを希求するというような探求心みたいのがあったけれども、だんだん大学という組織の中でその既哲学が、西洋の文献をただひたすら読むような、知の学になってしまって、その希求する、愛求するっていう部分が抜けちゃったがために哲学になってしまったのではないかとか、逆に哲学というようになって、そういう大学での研究スタイルっていうのに結びついてしまったのではないかと、そんなことが言われています。なんかちょっと残念な言い回しになったなというふうにね、私は個人的に思っているんです。はい。で、つまりですね、本来哲学という言葉は西山根はギリシャから持ってきたわけですから、基本的に日本語で哲学という時にはギリシャを起源とした西洋哲学を指す時に使う言葉です。ちなみに中国や日本についてはその哲学とは言わないで思想というのが一般です。中国思想とか日本思想とか仏教思想なんて言います。中国哲学ってあんまり言わないんですね。でもなぜだかインドに関してはインド哲学って言って、インド思想とかインドの宗教とか全部ひっくるめてやっていったりもするので、ちょっとそのあたりは慣習があるのかもしれないんですけれども、基本的には哲学っていう言葉はヨーロッパの、西洋のですね、西洋の、哲学を指しています。
で、そんなこんなで、今ではそのあの人哲学的だねとかいうカジュアルな使い方もしてるんですけれども、それと学問的な哲学っていうのはもう全然別で、学問的に哲学というと古代ギリシャを起源にした脈々と連なっている西洋哲学を指しています。さて、そんな哲学の起源なんですけれども、先ほどもちらっと出てきた通り、紀元前7世紀頃、7世紀後半ぐらいにギリシャで誕生したと言われています。当時ギリシャは本土よりも植民地のイオニアの方が栄えていたんですね。で、現在のトルコのあたりですけれども、イオニアというのは貿易の活動中心地でした。で、諸外国との交流が盛んで、他国の意見が入ってくると自国の文化に対する批判精神とかも出てくるわけで、そのような、ことが由来してですね、自由な精神活動というか哲学を生み出すような基盤ができていた。そんなイオニアの中心地のミレトスで、哲学は誕生します。これは「哲学の歴史」という本の、扉に書いてある、地図を、掲載してみましたけれども、ここに、皆さんがこうね、ギリシャというとよくご存知のアテナイというね、昔の呼び名だとアテナイと言いますけれども、アテネですね、今、ここは中心地だったと。そこからちょっとこっちですね、ここがミレトスです。こちらトルコ側なんですね。このミレトスの方が実は文化としては活発なものがあったと。というのも、海があってやっぱりいろいろな諸外国と交流をしていたんですね。貿易をしていた。で、貿易とともに、物品が入ってくるとともにいろいろな考え方も入ってきて、疑いようのなかった自国の風習とか考え方というものに他の意見が入ってくることによって、疑問を感じたりとか、そういう議論が活発になる要因というのがあったわけです。さて、このミレトスにおいて、今日中心的に紹介するタレスを筆頭にですね、タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスといった3人の、哲学者によって哲学が始められたとされています。で、この3人はそのミレトスで活動していたので、ミレトス学派というふうに呼ばれています。ではなぜこの3人が、哲学を始めたんだと言われているのかというと、そのタレス以前の時代は、神話的にしか語っていなかったような世界を、彼らは世界そのものから説明しようとしたからなんです。じゃあ神話的な世界観って、どういうことなのかというと、例えばですね、ヘシオドス、紀元前700年前後ですから、タレスの時代よりも、少なくとも半世紀以上前の人物だと考えて、ヘシオドスはですね、世界の始まりをこう語っています。まず原初にカオスが生じた。さて次に、胸幅広い大地、雪をいただくオリュンポスの頂に、見合いする八百万の神々の承久に揺るぎなき、御蔵なる大地と、道広の大地の王庭にある皑皑たるタルタロス、さらに不死の神々のうちでも並びなく美しいエロスが生じたもうた。こんなふうに書いているんですね。ヘシオドスの新陶器ですね、これは新陶器の一節なんですけれども、昔の、古代の文章って散文ではなく韻律の文章で書かれていたので、役者の方も非常に五七五じゃないですけれども、それを意識して昔の方訳してくださっていて、非常に素晴らしいなと思っているんですが、というわけで、この訳語にもそういったリズムのニュアンスっていうのも感じられるようなものになっているかなと思うんですが、まず最初にカオス、混沌があってと、その混沌の中から次に大地ができてと、その大地から、タルタロスと、
大地の奥ですよね、奥のタルタロスができて、それから、美しいエロスという、神が生じたというようなことを言ってるわけですね。これ神々が自然のものとこう一体化してというか、そういう形で、語られています。そう、世界の一切の現象っていうのをこのように、擬人的な神々によって説明していたのが神話的な時代です。ここでは書いてないですけど、例えば、ね、雷が鳴ったと、当時古代の人たちにとっては一体何があったのかと、ね、恐ろしい現象だと、これは絶対にこう耐震ゼウスが怒っているからだと、怒ってイカ土を打っているんだとか、あと心地よい 春風とか、ね、秋風が吹いてきて、これは西風のゼフィルスという、ね、神様が、そよ風を運んでるんだと、まあ、そんなふうに、自然現象、神々なぞらえて考えていたわけですね。うん、でも、果たして本当にその外の自然の世界の、一切いろいろな現象というのはその擬人的な神々によって、司っているものなのだろうかと疑問を持つ人たちが出てきたわけです。それがミレトス学派の人たちでした。で、彼らはですね、こうしたその擬人的な神々によって世界を説明しようとするってことをしなかったんですね。そうではなくて、その自然現象の根源が何から生じているのかも、あくまでも自然科学的に、ちょっと自然科学っていう言葉を使うとこう近現代的に思われるかもしれないですけど、でもあくまでも科学的な探究という形で解明しようと努めたわけです。これが学者と言われるゆえんですね。哲学者と言われるゆえんです。外の世界というのは天気が変わったり季節が巡って植物が成長する、神羅万象変化があるわけですね。で、世界の現象は生成変化するんですけれども、それは一体なぜなのか。で、この生成変化を司っているものは本当はもしかしたら神話的な神々ではなくて何か他のものであるかもしれないという素朴な疑問の提起です。そこでその生成変化の中において何かその変化しない、神ではないけれども根源的な物質ですよね。その物質を探求したのがミレトス学派の人たちです。世界の根源、万物の根源のことをギリシャ語でアルケーというふうに言います。このね、アルケーという単語はもちろん一文字一対応で、ね、アルファは A で、これ P に見えるけどローという R の文字で、 X に見えるけど CH の文字で、これが A っていう長い長母音ですね。 A と長く伸びる長母音、そのままローマナイズするとこうアルケーというふうになります。根源とか難しい言葉で書いてありますが、始まりとか始めというふうに訳せるような単語です。さあ、哲学というのはこのアルケーの探求としてスタートしました。では、ミレトス学派の人たちはその万物の根源アルケーのことを何と考えたのか。これは素朴です。今日見ていくそのタレスですけれども、タレスは水だと考えていたわけですね。タレスは水、アナクシマンドロスはなんかちょっと発展しているような気もしますが、無限定なものだと言いました。でもその次のアナクシメネスに関しては空気だと言ってるんですね。まさに無限定なもののことを、物質的に捉えるならば空気なのかもしれない。でこれが難しくて、後で後半でちゃんと見ていく、細かく見ていきますけれども、水といって物質的なものなんですけれども、でも単なる物質とも思ってないんですよね。万物の根源だからいろんなものになりうるものと思ってるわけです。水の形を一瞬保っているかもしれないけれども、次の瞬間違うものにもなりうるという、そういうものとして水とか空気というふうに考えていた。でそれをそういうふうになんかこう限定してこの物質っていうふうに言えないんじゃないのかと考えたのはアナクシマンドロスです。ね、無限定なものと、アペイロンと言いますけど無限定なものと考えていた。
あ、これ絵に関してはですね、この一番左からタレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスと、まあ、とにかくでもね、紀元前7世紀とかですから、もう、あまりにも古すぎて外観は分からないですよね。まあ、言い伝えの域ですね。はい、さあ、そう、自ら一切のものにだから変化するんですよ。アルケは水なんだけど、水のまんまじゃない。だって万物の根源だから、その水がどうしてだか分かんないけど、木でもあり、木にもなり、土にもなり、火にもなり、外の自然一切になるわけですよね。そう、ミレトス学派の人々は自ら一切のものに変化し、自ら生きていくようななんか物質がアルケだと考えていたんです。で、このように物質自身が何か生命を持っているようなものとして考える考え方を物活観というふうに言います。まあ、きっとなんですけれども、その水っていうのは、例えば素朴に考えて、冷やせば氷にもなりますし、もっとしっとりと雪にもなりますし、温めれば蒸発して水蒸気になって雲を作ったり、でまたその雲が雨を降らせたりだとか、すごく自ら動いてるようなものに見えますね。潮の満ち引きとかもありますし、で、空気っていうのも、空気って昔は魂っていうものは息と同じものだと考えられていたので、プネウマっていうんですけど、その息とか空気っていうものを、まあ、同一視していたんだと思うんですよ。で、その息があるところに生命があるし、その息に近いものとして、まあ、空気ですよね。その空気があるところに生命があると、植物もあるんだと、まあ、そういったことで全ての根源が空気なんじゃないかと考えたような人もいたわけですね。というわけで、空気なんだけれども空気だけじゃない意味、水なんだけれども水だけではない意味っていうのを持ったような、そういう複雑なものとして根源を考えていました。で、よく考えてみると、その万物の根源って言っても、その固定の物質、特定の物質じゃないんですよね。なんていうのかな、その状態だけを意味してるわけじゃない。つまりこの問題の中には、何かであるっていうことと何かになるっていうことの両方の問題が含まれているんです。で、まあ、このことはそのミレトス学派の後の人たちが、こう、なんていうんでしょうね、明確に、提示してきます。ミレトス学派のアルケはいかにしてその根源アルケがアルケとしてありながら全てのものになりうるのかという問題を含んでいます。あるとなる、つまりもう少し難しい言葉で言うと、存在と生成の問題っていうのが実はアルケの探求に含まれているんですね。ある、存在と、それからそこから何かになるという生成変化ですよね。そういう問題が含まれていると。で、今日はそのミレトス学派というかね、原初的な哲学の、誕生の部分を見ていくんですけれども、ちょっと歴史を先読みすると、そのミレトス学派の問いの中の存在と生成の問題っていうの、それが含まれているということを見出したのは後続のエレア学派という人々や、まあ、ヘラクレイトスです。ヘラクレイトスはなんか万物は流転するなんていうね、言葉で有名かもしれないんですけれども、その世界を全ているものはあるんだけれども、世界は生成変化しているんだってね、その生成変化にも目を向けた哲学者で、エレア学派の人たちはちょっと場所が移動するんですけどね、そのトルコの方から次イタリアの西海岸のエレアというところに、なんて言うんでしょうね、思考が活発な人たちっていうのが移動していくんですけれども、そこで展開します。来週ですね、来週なんか次の回の時に、この辺りを見ていきます。さあ、で、さらにですね、そのアルケの探求っていうのはずっと続いていくわけで、今タレスは水って考えて、その後存在や生成変化の問題っていうのも現れるんですが、そのアルケ、存在の部分を強調した人たちっていうのも、ね、水とか空気とかだけじゃなくて、いや、もう少し複数のもので世の中ってできてるんじゃないかなと考える人たちも現れるわけです。その人たちが多元論者と呼ばれる哲学者たちです。
この多元論者と呼ばれる人たちによって万物の根源ある形は、まあ、たった一つの何かではなくてもっと複数のものからなってるんじゃないかと、考えられるようになります。例えば水、火、空気、地、地水、火風じゃないですけどそういう4種類の4元素、四元素というものでできてるんじゃないかと考えたエンペドクレスという哲学者や、いやいやいや4つとか言わずに、まあ、いろいろな性質のあるだけたくさんの種類の何かから合成されて世界ができてるんじゃないかって考えるアナクサゴラス、それからいや生成もそれすらもがですねアトム原子の合成によってさまざまな性質っていうのもできるんじゃないの、匂いとか色とか形も全てその原子の合成によってできるんじゃないのと考えるデモクリトスなんていう哲学者が出てきます。つまりなんかこう世界の根源が、たった一つの水であるっていう発想だとすごく、まあ、素朴ではありますが今の私たちにとってはなんとなく理解しがたいというか本当にそういうふうに思っていたのと思われるかもしれないんですけれども、いやそれは複数あるんだと、で複数あるものが性質のあるだけあるんだ、いやいやいや性質すらもがそういう何かの合成でできているんだっていうともうこれは原子論ですよね、いわゆる今で言うとこの原子論であってもう私たちのこう近現代的な理解でも、まあ、納得がいくというかね、原子の合成で世界のさまざまな物質ができていると、この説明だったら分かりやすいんじゃないでしょうかね。こういう、哲学的な考え方のその途上というか突端にタレスがいたわけです。で、さっき自然科学的な探求をし始めたんだって言ったんですけど、まあこれね、デモクリトスぐらいまでいくと確かに自然科学の探求だなというのがねお分かりいただけると思います。その最初のところで、タレスは水だと言ったわけですね。ところでですね、こんな古い哲学者の考え方をどうやって知ることができるのかと、先ほど絵は、まあ、推測の域から出ないですよねっていうね話をしましたけど、いや絵だけじゃなくてタレスが言ったことなんて分かるはずがないでしょうと、ね、紀元前7世紀後半って、ね、そんな時何か残ってるのか、と思うかもしれません。で、まあ、確かにそうなんです、すごく大変なんですね、そういう古代の人たちの言説にたどり着くためには私たちも、非常に苦労しないといけないと。まずタレスから始まる古い時代の哲学者たちのことをソクラテス以前の哲学者というふうに私たち研究者は呼んでいます。ソクラテス以前かソクラテス後なのかというのでまず一つ分けてるんですね。でソクラテス以前の哲学者に関して何を見ればいいのかと、何を見れば彼らの思想を知ることができるのかと、実はソクラテス以前の哲学者たちも当時は膨大な何かテキストを残していたとされているのですが、現在私たちが読めるような形でそれが残っているかと言われるとそうではないですね、やっぱり残っていないんですね。でちょっと話は余談になりますが、ソクラテス自身は自発的に文章を書かなかったんですよ。だからソクラテスの著作っていうのも残ってないんですね。基本的にだからソクラテスを含むソクラテス以前の哲学者たちの、著作を、まあ、当時出したもの、当時書いたもののまんまその通りに読もうとすると、まあ、読めるものはほとんどないということになります。その代わりソクラテス以後ですよね、ソクラテスの弟子はプラトン、でその弟子がアリストテレスなんですけれども、そのプラトンやアリストテレスの著作っていうのは残ってます。まあ、これもね残ってるって言っていいのかあれなんだけど、プラトンは交換目的で出したものっていうのがちゃんと残ってるんですが、アリストテレスの場合交換目的で出したものっていうのは散逸しちゃってないんですよ、残念ながら。その代わりにリュケイオンという学校で教えていた講義録やもしかしたら弟子たちがその書き写したもの、そういったものが残っていて、今私たちはそれをアリストテレスの著作というふうに呼んでいるわけなんです。ですから結構そのかの有名なアリストテレスでさえもがですね、自分で直筆でちゃんと書いていたかというとちょっとわからないということなんですね。そして、まあ、ソクラテス以前の哲学者ともなると、そのままにこうなんて言うんでしょうね、残したものが読めるかというとそうではないんですね。はい、じゃあそこでどうするのかというと、
例えばそれ以後、以後の人たちですね、プラトンとかアリストテレスとかディオゲネス・ラエルティオスという3世紀の哲学史家なんですが、そういった後世の人々の言及からもっと古い哲学者たちの思想内容や人生を読み取るということになります。つまりタレスが言った言葉っていう、タレスがこう考えていたという形で私は皆様にご紹介しますが、タレスが直接残した言葉ではなくて、これこれこういうふうにタレスは言っていたと言われているってアリストテレスが書いたものとかそういうものの中から皆さんにご紹介することになるんですね。こうしたこうした他者のテキストに書かれている内容から抜粋した部分、タレスがこう言っていたとプラトンが言っていると、そういう部分のことを断片というふうに言います。そう、哲学者断片集とか、なんか断片集っていうのがあるんですけれども、なんか断片っていうとこうね、砂漠の中にパピルスのこう切れっ端みたいなのがペラッとあって、それを見つけてきて、あ、これタレスが言ってることだっていうふうに思われるかもしれないんですけど、そうじゃなくてね、そう、切れ切れになってるものからそれがタレスだなんて分かんないですしね、名前書いてないし分かんないはずなんですけれども、だからそうじゃなくて、他の人、後世の人たちが書いたものの寄せ集めみたいなのが、断片として、それをよりどころにして、私たちは古い哲学者たちが何を考えてたのかというのを推測していると、そういう成り立ちになっています。